どうもみなさんこんばんは、ポッキーです。今日はね、御社会談というフリーフォラーゲームをやっていこうと思います。これね、ちょっと教えてもらったんですけど、まあどうやらですね、どうやら本当にあった心霊写真を使ったゲームということで、まあこれを聞いた途端皆さん怖くなったでしょう。でも僕はこのゲーム嘘をついてると思います。だって本当にないから。うーん、僕はね、あのー、信じてないんですよ、幽霊基本的に。まあなので、このゲームをプレイし終わった時に僕が えー、信じていたらこのゲームの勝ち。信じていなかったら僕の勝ち。やっていきましょう。始める。タイトル画面怖いね。えー、ご注意。ああ、こういうの、こういうの聞かない。俺聞かないからね、こういうの。本当に。怖くない。赤赤字で書かれても怖くない。本作品はお送りいただいた心霊写真と、それにまつわる恐怖体験を描いております。多少の演出、誇張を加えてありますかはい、出たフィクションって言ってるみたいなもんだよね、これ。 演出誇張を加えてありますか多分自動でつくライトをさ、幽霊がつけましたとか言っちゃうタイプのこれゲームだよ。作中の出来事は現実に起こってしまったものです。ゲームをプレイしたことにある不具合について、当方は一切の責任を負えません。おい。あらかじめご了承、ま、ください。幽霊のせいだ神田のもう今。やっぱやばいかも。このゲーム呪われてるかもな。いつもか。何これがこれが心霊写真だって 笑っちゃうねえ投稿者ザビさんザビエルかこれは数年前大学生だった頃に引っ越したばかりの自室を撮った写真ですと SNS に上げてみようと思いスマホで撮影してみたんですがね、特定されたい願望がある人なのこの人は変なものが写ってしまって顔ですよねどこに え、マジでは見えないんだけど俺、床か最初は湯気だとか気のせいだと思うようにしていたんです。え、顔映ってるわからん。だけど、数週間くらい経った後にそれを見てしまって。なるほど。御社会談ちょっと面白い。いいね。いいね、いいね、いいね。ワクワクしてきた。どんな感じのゲームだあれ 何これスマホスマホじゃないスマホじゃねえ。マウスでやる感じあマウスでやる感じなんだ。一気になんか、ね。黒いカーテンが揺らめいている。つい数日前、ネット通販で購入したものだ。カーテン開けますかえぇー開ける。あー、びっくりした。なんか出てくるかと思ったここにいきなり。めっちゃいいとこに住んでんじゃん。多分窓の外には住宅街の夜景が静かに広がっている。おー、閉めちゃった。 黒いパイプ椅子だお金がないのでこれしか買うことができなかったうんまあ仕方ないお真新しいデスクトップ PC だ今まで使っていた旧型とは段違いに軽いなるほど重量的な意味で軽いのかな調べ物がある時はここを利用してもよさそうだなるほどそしてこれライトなんで落ちてんのこれ懐中電灯だ電池が切りかけていたので床に放り投げている <laughs> どういうこと 主人公一番ホラーだろう。えそれだけはって、あ、別に何もないな。何回か開けたら来るパターンじゃないのこれ違うな。俺 S、L、何これあ、セーブか。じゃあ16に。L はあ、ロードか。なぜかロードしちゃったよ。これは何あ、あー、なるほど。部屋見て、見て回れるんだ。えー。 鉄製のドアだ。実家のものより簡素な作りだ。鍵は閉めてある。めっちゃいい部屋じゃないこれ、高級なドアに見える。ドアスコープを覗きますか覗く。ははは。なにこれミラーボールミラーボールついてるのこのマンション。これと言って異変はない。下駄箱と重しき木,木の棚だ。とりあえず靴はここにしまってある。なるほど。 鉄製の棚田。中にはスリッパのほか、雑多な雑貨が入っている。なるほど。それだけか。お気に入りの絵画。画家である、え、姉が描いた力作だ。え、そうなんだ。すご画家の姉を持つ。漫画の主人公みたい。トイレ見てみるか。トイレ和式なんだね。変えたばかりのトイレットペーパーだ。柔らかい手触りは心地よい。 和式トイレだピカピカに磨き上げられているいやそれは自分のさじ加減だろうピカピカに磨,け磨き上げられているって言うじゃなくて磨き上げたのよ自分でできれば洋式の方が良かったまあそうだよねトイレのタンクだ触ってみるとひんやり冷たいタンクを触ってひんやり冷たいという感想を出す確実に変態何もないなえな何もなかったよな戻っえええ何 うわぁ、来ましたよ、このパターン。突然、すべての電気が消えた。でも、俺は何も信じていないから。まあ、多分、あのー、ちょっと、あれなんだろうな。電気使いすぎで止められたから、電気料金払ってんの忘れたんでしょ。停電だろうか。とりあえず床に転がってる懐中電灯を探そう。え、でもさ、何 ?1 分以内に探せって。ここら辺にあったでしょ。でもさ、んこの合宿はおそらくパイプ室だろう。うまた、まず懐中電灯を探さなきゃ。え、でも電池切れてんじゃねえのパソコン。ちょっとね。 難しいな。え、こういうの一番苦手。え、ここら辺じゃなかったっけちょょち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 ょ時間がない時間がない。これだあったーよし。あ、着いたんだ。ひとまず明かりは確保できた。懐中電灯のスイッチを押しても反応はない。やはり停電してしまったのだろうか。え懐中電灯のスイッチを押しても反応はない。どういうこと,どういうこと懐中電灯のスイッチじゃなくてら家のスイッチのことなんじゃないのまあセーブするか。よし。 これ絶対開けたらなんか出てきそう。あー怖いな。ちょっと待てよ。パソコンとか見てみるか。あ、パソコンはつくんだ。なぜかパソコンはつくんだ。暗い室内をぼーっと光が照らしていく。あ、え、サイトあるお天気サイト、心霊写真サイト、性格診断サイト、自分の心霊写真を見る。新しいテキストドキュメント。何も検索しない。何それお天気サイトとか見ていくか。今日のお天気。今夜は霧が出てくるらしい。明日は寒いが天気は良くなるようだ。 うん、まあ、もう夜だし、今夜の情報を見ても意味ないけどな。これなんか見てた方がいいのかな心霊写真サイト。えー、危険性とか書いちゃってるよ。危険、写真加工、これ見よフォトショップで何でもできるからね。まずはじめに、どんなタイプの心霊写真も画像可能、うん画像加工ソフトで作成可能だ。終わったじゃん。このゲーム。言っちゃったじゃん。 世に出回っている心霊写真は少し技術をかじったものなら簡単に再現することができる画像加工ソフトも進歩を続けており安価なものでもすでに十分な機能が備わっている状態だまあ僕だってサムネイル作れるくらいですからねしかしだからといって全ての心霊写真が人為的に作られたとは断言できない理論上画像加工ソフトで作ることが可能でも現物の写真がそうであるかは作成者以外わからないのである 心霊写真と本物を見る、心霊写真を本物と見るか、偽物と見るか、どちらの場合も当人の希望で事実を保管する必要がある。心霊写真は人の心を写す鏡でもあるものだ。いや、そんないいもんじゃねえぞ。うーん、性格診断サイト見とくか。ちょっぴり怖い心霊テスト。目が覚めた時、あなたは記憶を失っていた。ここ数年間。ここ数年間。これ、これ違うよね、字。 何をやっていたかが全く思い出せない。そこに白衣を着た男たちがやってきて、こうつけた。あなたは大勢の人を殺した連続殺人鬼なのです、と。謝めた。最初は半信半疑だったが、それが事実だと分かった時、あなたは深く絶望した。なぜだろうか。これが死にテストうーん、いや人を殺したからでしょう。うん。そうか、あのー、数年の間に、 その、なんていうの、見たいドラマが終わっていた。見たいアニメが終わって、見たいアニメの途中で数年間眠ってしまったから。一般的な回答、刑務所に行き、刑務所行きになってしまうから、罪の重さを思い知ったから。まあそうだよね。社会不適合者の回答、殺した時の快感を思い出せないから。いや、怖すぎるだろう。社会不適合者っていうかもうサイコパス。自分の心理写真見るか、なんか写ってそうだな。おー、でも普通だよね、これ。 さっきと同じやつ。なんか調べられたできねえわ。あとなんかその新しいテキストドキュメントって何だろうねこれ。いつの間にかテキストファイルが増えている。開いてみようか。えあ、待って何え、何,、えー、何すごいこれパソコンの中にあるんだ。メモ帳じゃないわこれ。今から会いに行くよ。えー、全然ドキドキしない。うーん。 しかも細かいこと言っていいですかこれ大体文字打ってる途中ならこの右のこれが点滅するはずなんだよ <laughs>。え、何それ何も検索しない。もう絶対これ開けたらいるじゃん。俺わかるんだけど、今から会いに来るんでしょもう絶対いるわー。開けてみるかー。いない逆に怖いなんでもっと詳しく外の様子を見てみますか。舐めるように見てみよう。窓に、 顔を押し付けて、窓に顔を押し付けて、合ってるよね。顔を窓に押し付けて、外の様子を伺ってみた。夜の街は普段通り、室内から漏れる明かりに満ちている。どうやらこの部屋以外、停電している家庭はないようだ。余計怖え。ん何に気づいたすぐそこの通りに誰かが立っているような。あちらに視線を合わせてみますか。まあ、見るしかないような。いや、怖っ。何これ。裸じゃん。 いえー、びっくりした。顔に当たり目めっちゃついてますけど。良くないものと目が合ってしまった気がする。逆に冷静すぎて怖いよ。それだけさすがにもう開ける気にはならない。まあ、そうか。えー、見てみるか。あー、会いに行くよ。まあ、多分会いに来たんだろうなー。冷静に分析。えー、何 誰だ一人暮らしのはずだよなトイレの水が勝手に怪しい玄関に行こう絶対にこの覗き穴いないということはもう室内にいるというわけかえなんも変えたばかりのトイレットペーパーだとやら紙は使われなかったらしい便器の様子を見る限り本当にこのトイレから水が流されたらしい どういうことだろう定年も直っていないのにトイレが誤作動を起こすなんて。いやこれ停電関係なくさ、別にそういう、なんか電気使わないトイレでしょ、これ。んなんだなんだなんだ。またそのパターンか。いけない。そろそろ懐中電灯の電池が切れそうだ。新しい電池と取り替えておこう。電池は確か他の雑貨と一目とめにしといたような。なるほど。ここかあった乾電池だ。ライトの電気が消えないうちに取り替えておこう。 よーし。おーおー、今いたぞ。今いたぞ。よし。<laughs> これで会社電池が消えることはないだろう。いたぞ、今。なに<何>来たな。こんな時間に誰だドアスコープ覗いてみよう。絶対いる。あの、正直言って,言っていいみんな。もう怖くないよね。あの顔見ても。一応念のために、ドアスコープから外の様子を確かめておいた方がいいかもしれない。<laughs> てか、なんか可愛くなかった。ちょっと。うん。おお。 なんだあいつは <laughs> なんかこれ主人公がさ冷静すぎて怖くないよねしかもなんか白いしさしかもさっきなんか入ってきてたよねドキドキしてる心臓がちょっと待てよ戻ってみるかこの絵はおかしいここにいても気が変になってしまいそうだ何とかしたらストールに逃げたいところだが 暗の中で黒いいいカーテンが揺らめいているそうだここは3階下は柔らかい土になっている飛び降りれば逃げることができるかもしれないなんでそうなったもう絶対いるよみんな俺確信してる絶対いるほらねほら言ったでしょベランダに回り込まれた何 ?FPS でもやってんのこれ 絶対いるわーもう限界だあいつがベランダにいるうちにここから逃げネ中電灯落としてしまった早く見つけないとあいつがうわああったーいやそれ違うよあ出たんだ空やけに綺麗だな気がついた時私は近所の公園に座り込んでいました あの化け物が何だったのか、あの家に何があったのか、それは今でも分かりません。分かることはただ一つ、あの家に住み続けるのは無理だということ。幸い、実家が近くだったので、大学にはそこから通っていくことになりました。それ以来、あの化け物は見ていません。ただ、後日、訳あってアパートの前を取りかかったんですが、私が住んでいたあの部屋に次の人が入っていたんです。その人は本当に大丈夫なのでしょうか なるほど。これが本当にあった怖い話か。面白かった、でも。いやー、あのー、あの、別に冷めた目で見てないよ、俺。あの、違うの。なんかね、なんだろう。えー、<laughs> ちょっと笑っちゃってね。笑っちゃってさ、うーん、白かったし。うーん、なんか、でも、まあまあ、怖かったですね。うん、てか、絶対本当にないだろう。これだけ痛かった。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、高評価ボタン押してってね。では、ポッキーでしたー。バイバイ。